もくもくー、マッキー。暑いね。暑くて汗が止まらないよ。みんな、夏の野菜って言ったら何を思い浮かべるかな。きゅうり、ナス。その中でも僕はトマトが好きかな。そういえばトマトって逆さから読んでもトマトだよね。ということで、逆さ言葉クイズ。今から10秒で反対から読んでも同じ言葉を言ってみてね。いくよー、よーい、スタート。トマト、新聞紙、パパ、ママ、キツツキ。みんなどうだった？下のコメント欄でどんな言葉が思いついたか教えてね。